ゃあゆずにしてみます。ゆずにしますか。高くなるマスク、ホットストーン用の石でできてるあのので、ちょっと温めて使ってるんですけど、うん、だからそのスプレーでちょっとクーリング、うん、でちょっとこの温かい傘を使ってこの血行をさらに良くします。Tansan head massage です。最初に顔のツボを使用してから、Tansan スプレーを頭につけて、Gua Sha でマッサージします。あとは首と肩と腕も軽く。のツボとか自分で押せることでなんかできるんですか？自分で。ああ、もちろんできます、できます。結構ね、顔も凝るんですよね。今日は首はどうですか？いつも通り硬いです。ない時ってめったにない。ああ、そうですか。ここ来た後の日とか。まあ、たまに最近はストレッチとかしてます。ああ、
いいですね。よく眠れてますか？まあまあです。まあまあ。都合とかで分かるんですか？なんか疲れてるとか。怒ってるのは分かりますね。まあ、でもこのメニューを予約する人はまあやっぱり頭痛があったりとか、眠れない人が多いです。とかにすごい良さそうです。うん、すごいスッキリしますよまあ頭痛はないんですけど、今触ってるところとかすごい硬いの自分で、あ、わかりますか？もうすでになんかちょっと楽になってきて顎とかも、ね、多分ね、ちょっと食いしばってるかもしれないですね、普段。今週は多分いつもよりあーそうしてると思う。なんか特に今忙しい時期であーそうなんだ。そっか、無意識にしちゃうんだよ。そうですよね。じゃあこの後アイマスクをお付けします。香りが3つあるんですけど、ローズかラベンダーかユズから選べます。迷いますね今ユズが人気です。あ、ユズってあまりイギリスにないですもんね。ないですね、じゃあユズにしてみます。ユズにしますか？高くなるマスクです。気持ち悪いところないですか？ないです。はい、じゃあ次に炭酸スプレーをつけていきます。ゴアシャでマッサージしていきます。
加減いかがですか？すごくいいです。大丈夫ですか？大丈夫です、はい、痛かったら言ってくださいね。コーヒーも硬い感じしますね。しますか？カッサとかも何でできてるかとかも大事ですか？あ、そうですね、これはホットストーン用の石でできてるのでちょっと温めて使ってるんですけど、うん、そのスプレーでちょっとクーリング、うん、でちょっとこのあったかいカッサを使ってこの血行をさらに良くします。ちょっと重いカッサの方がいいですね。マッサージしやすいというか、うん、顔はちょっと軽めの、まあ、あとローズコーズとかの翡翠とかああいうカラフルな石のやつは結構に、ね、いいかもしれないけど、頭とか体とかは結構がっつりがっつりほぐせる。結構ちょっと重いですねこれ、うん、ゴリゴリします。しますね、うん、大丈夫ですか？あ、全然大丈夫、むしろ結構好きです、うん、この髪が。手だとほぐしきれない硬い人でもこれだと結構柔らかくなります。頭皮がふわふわに。顎がカクカクなる人、うん、TMJ とかの人もここがすごく硬いので。つながってるんですか？あ、もちろん、噛むときにここの筋肉使うんですよね、うん、ここと首、前の前側。サイズ差がね、こっちすごい柔らかくなった。
痛くないですか？全く痛くない。もっと強い方がいいですか？あ、全然いけます。これ、あ、本当に？全まだ全然余裕。あ、すごい。なんか暖かくてすごい気持ちいいですね。うん、ですよね。
硬い人が多いですよね、最近。使ってますから。デスクワークですね。あと普通にスマートフォンも使うでしょ。でも腕が痛いってあまりね、感じないですよね。なかなか首と肩が だいぶ柔らかくなりました。 結構簡単にほぐれる人もいれば、なかなか。暑くないですか？大丈夫？全然気持ちいい。体がリラックス する方法をちょっと忘れてる感じ。特に私が腕を持ち上げた時に力が抜けない。なんか私を助けてくれるような感じ。だから力入ってる。全然無意識に。そうでしょ。そういう方が多いですね。
そうだから多分無意識でリラックスしてるつもりでも、うん、体に力が入ってることが多いんじゃないかな、うん、頭とか肩とかも硬い感じですかね。うん、多分首もすごくそのあ首はでも姿勢なのかな、まあでも多分食いしばり気味なんじゃないのかな、あのここに力が入ってるんじゃないかな、うん、無意識に。どうしてもね、やっぱ今日常生活がみんな大変でしょ、うん、忙しいしなかなか、うん、結構ねすぐ硬くなっちゃう。まだゴリゴリ言いますね。ふわふわになりました。ここがちょっと頑固です。